さんこんばんは。日曜スペシャル第1弾。明日からまた学校に保育園が始まります。甘い色の髪の乙女。美味しかったね。うん、おこちゃまかり、甘口のハウスパーモントカレーじゃなかったけど美味しかったね。うん、両手別々の音を弾くのは考える力を養ってくれるんだね。うん、そうだそうだ。ピアノは万能のオーケストラ楽器なのだ。フラットシャープ。フラットとは、そのフラットがファのシャープと同じでございます。ドのフラットはシでございます。もしくはシのフラットは黒鍵になります。レのシャープはミのフラット。白いところが半音といい、ドとレの間を全音と言います。ドとレの音程は超二度と言います。ドとミはドレミだから超三度でございます。ミにフラットが入るとあら半音下がるので単三度になります。ドとファ、あらここで半音が一つミとファに入ったので完全四度になります。ドとソ、この間も音程は五度ですがミとファが半音なので
完全5度になります。完全5度。ソ、ソにフラットが入ると半音が一つ増えるので弦5度、弦5度になります。ドとソの間は完全5度でございます。ソにシャープもしくはラのフラット一つ半音が広がるとゾウ5度、ゾウ5度になります。このようにドとレはドミ、ドとミはドサミ、ミリフラットでタンソン、ドとファ半音が一つ入るのってなんと完全4度かな。ファにシャープが入るとゾ4度かな。ドとソは完全5度、半音一つ下がるとリ5度。ドとソ、ソにシャープが入るとゾ5度。ドとラの間は半音一つでドレミファソラで超6度になります。一つ下がるとタン6度になります。ドとシ、ドとシの間は 1,2,3,4,5,6,7 7つの音でできており、半音が一つ入るので超7度、超7度になります。シにフラットが入るとなんとタン7度になります。このように音程も超短増減となっております。これは少し難しい音程のお話でしたが、ピアノを弾くならずぜひ確かな技術に音楽用具、音楽理論から引き出しどこそございます。日曜スペシャル第1弾、甘い色の髪の乙女お届けいたしました。いないいないパー、ムクドソーキッピー、あらまた。バイバイ。バイバイ。明日から保育園も学校も頑張ってね。バイバイキー。